ジャニー北川氏、去年87の加害問題で揺れるジャニーズ事務所。8月29日に公表された外部専門家による再発防止特別チームの調査報告書では、マスメディアのジャニーズ事務所に対する忖度も指摘された。10月2日には9月7日に続いて2回目の会見が予定されているが、現在、絶望鋭く問題を追及しているのがお昼のワイドショー。 情報ライブミヤネ屋読売テレビ制作日本テレビ系月曜から金曜13時55分から15時50分の MC ミヤネ政治60だ9月26日放送会では9月21日発売の週刊文春文芸春秋が報じた藤島ジュリー・里稽古前社長の会見直後のハワイ合遊。 とジャニー氏から受け継いだジャニーズ事務所の株券に関する860億円の相続税逃れ疑惑をピックアップさらにこの報道に丸々乗っかる形でジャニーズ事務所に独自の質問状を送りつけその回答を番組で紹介したのだジャニーズ事務所側の回答によれば9月7日の記者会見後にジュリー氏がハワイに行ったのは事実とのこと 希望中傷を受けて日本の大学進学を諦め、渡米した長女に会うためと回答した。相続税逃れ疑惑については否定している。この回答の内容は放送の3日前、9月23日にニュースサイト、エンカウントが公開した取材記事とほぼ同じ。つまり、ミヤネ屋で扱った内容はすでに報じられているわけだが、 地上波番組がジャニーズ事務所に質問状を送るということ自体が異例だ。これまでの情報番組では、ジャニーズ事務所と良好な関係を持ちたいがために、わざわざネガティブな内容に触れない、のが通例。また、午後の情報番組では週刊誌など他メディアの報道を紹介し、感想を言い合うだけのスタイルが多い中、こういう形で直接取材をしたのは、本気、の意思表示でもある。 テレビ業界内ではジャニーズ批判の急先鋒とも化していますね。芸能記者、ここ1ヶ月ほど、宮根のアドレナリンは大放出状態だ。きっかけは特別チームの報告書を取り上げた8月30日の放送会。宮根は、被害者の元ジャニーズジュニアの橋田康史、38の前で、我々も橋田さんとかに謝らなきゃいけない立場だと思う、と反省の弁を口にした。 さらに宮根は、マスメディアが沈黙を貫いてきた背景として、ジャニーズは視聴率も取れるからというところがあって、疑惑があったり、暴露本が出たり、週刊文春が特集したりした時に、我々は積極的にというか、ほとんど取り上げませんでした、と、テレビ局の思惑にも言及。その上で繰り返し謝罪したのだ、多くの地上派の報道。 情報番組はまだまだ煮えきらない態度。その状況で明確に火を認めた宮根さんの発言は、今、ここまで言ってくれる人は貴重。これは評価すべき。などと SNS 上で大きな反響を呼びました。これに宮根さんは機嫌を良くし、番組サイドとしても手応えを感じた。宮根さんも制作陣も、悪いものは悪い。ジャニーズを叩く方向性で行こう。 と決断したと聞こえてきています。民放キー局関係者。9月4日放送会では、ジャニーズ性加害問題当事者の会の記者会見を取り上げた後、元フォーリーブス、北光二さん、去年63が悲痛な声で告発する34年前の VTR を放送。宮根はこの日も、あえて触れなかったじゃないですか。マスメディアはそう言っちゃった方がいいと思いますよ、と煽った。 その後も宮根は徹底してマスメディアの日を叫び続けている。怖高に主張するその口調はいつも以上にテンションが高いようにも見える。芸能界でも位置にを争う巨大事務所を敵に回してまで宮根が大発するな姿勢を取る裏には訳があるという。すべての番組を白紙に戻しており、宮根や屋も例外ではない。こう語ったのは宮根や。屋 を制作する読売テレビの大橋善光社長、69。7月18日の社長会見での発言だった。同局では22年から5年計画で、番組の全面的な見直し作業の真っ最中。大橋社長は、長寿番組、高視聴率番組に関わらず、例外なく根本的に見直す、と断言した。宮根屋、といえば、 昨年の安倍晋三元首相銃撃事件後、自民党と旧統一協会問題の関係に切り込み、話題となりました。しかし、社長会見があった7月第1週、3日から7日の視聴率は裏番組の、ゴゴスマ、55。スマイル、CBC テレビ制作、TBSK、月曜から金曜13時55分から15時49分、2000曜日敗北。 月曜から金曜の順に、宮根や屋の平均世帯視聴率は4.9%、4.7%、4.3%、4.5%、4.6%。午後スマは5.2%、4.9%、4.7%、4.9%、5.0%です。ビデオリサーチ調べ、関東地区。社長の言葉を受けて宮根さんが焦りを感じていたところへ、ジャニーズ問題が湧いてきた。 全室の民放キー局関係者。大阪に拠点を置く読売テレビ制作の宮根屋が在京キー局に比べてジャニーズ事務所への過剰な忖度を考えなくていいのは事実だろう。一方のゴゴスマは名古屋の CBC テレビ制作だが、ABCZ の河合文と35が金曜日のレギュラーとして出演するなどジャニーズ事務所との関係性が深く、 この問題に関してはどうしても歯切れは悪くなる。今、この問題に踏み込めば、世間は間違いなく注目する。そこで、ジャニーズ叩き、二舵を切ったというところはありそうです。ミヤネ屋、が、ゴゴスマ、を出し抜き、さらには他局にできない報道番組としての存在感を示すには、ジャニーズ問題は、都合がいい、と言えるでしょうね。どう ジャニーズ事務所とマスメディアとの密月関係。大ハッスルのミヤネとミヤネ屋はどこまで風穴を開けられるのか。MC になりたいという夢を明かしている河合。グループは12月21日をもって脱退する。